途中途中337拍子とかいろいろ面白いフレーズ入ってくるので、どうぞ手拍子をよろしくお願いします。はい、はい、コースの踊りは本当は道路をこう練り歩きながら踊るんですけど、今回はちょっとびっとだけこのその雰囲気を出してみたいと思います。はい、あなたがまた生きてくれる
なんとなく楽しんでいただけますか。炭酸七拍子って初めに言おうと思ったに忘れておりました。ここですって言えばよかったです。これが飛龍乗雲という曲になります。次がお名残惜しいですが最後の曲になってしまいました。はい、次は歌でもあるんですが黒田節という曲になります。せっかくこんな綺麗なロケーションで飲むお酒は美味しいなと、酒は飲め飲めという曲になっております。お子様は飲んではいけません。はい、うち娘が昨日めでたく二十歳になったので。ありがとうございます。帰ってこないけどなー。では、お名残惜しいですが、最後の曲になります。黒田節という曲はさっき紹介しましたね。最後まで皆さんの手拍子の方、よろしくお願いします。はい。Thank you.
はい、一気に5曲がっつり踊らせていただきまして、息も大大でございますが、これにて歌声演舞を終了とさせていただきます。もし興味があったら、この青い衣装を着てる、頭に花飾りがついてる人に、ちょっと詳しく聞かせてねって声かけてください。それでは見ていただいたお客様に、ね、ありがとうございました。